皆さんこんばんは、ホトラボこと志郎です。今回の動画は週刊カメラニュースとなります。今週も気になった新製品情報を好き勝手に喋っていこうと思います。今週気になった新製品情報はご覧の通りとなっています。それでは喋っていきましょう。新製品情報、まず最初はキャノンです。キャノンルマーズに2024年に発売されるかもしれない RF レンズの噂が掲載されています。今噂になっているレンズとしては RF の 24mmF1.4LUSM、 35mmF1.4LUSM、 50mmF1.4 の USM、 この3本ですね。準広角から標準までの 1.4 の単焦点レンズとなっています。こちらの方なんですけど、面白いことにキャノンとしては珍しくですね、フィルター径を 77mm に統一していて、価格の方なんですけど約2000ドルと言われています。まあこれに関してはね、日本円に換算するのがね、ちょっと今為替のレートがだいぶね円安方向に動いているので、どういう風な、ね、価格設定になるのかちょっとつかめないんで、実際のところね、日本円だとまだまだねいくらになるかっていうところはちょっとわかんないですね。その他としては、以前から噂になっている RF70-200mmF2.8USM-Z ですね。こちらの方はパワーズーム対応のインナーフォーカスタイプ、まあいわゆるズームによって全長の変わらないタイプですね。こちらの方も出るのではないかと言われています。まあちょっとね、インナーズームになるということなんで、現行のね RF7200F2.8L に比べると値段の方もね、パワーズームに対応ということもあって、価格の方はねちょっと高くなりそうですよね。あとはですね、 RFS レンズ、いわゆる APS-C レンズなんですけど、こちらの方もね3本ぐらい開発されているのではないかという噂も出てますが、個人的にはねもう後から述べますが、シグマとタムロンから RFS マウントの APS-C レンズが正式発表されましたので、キャノンからね前々から言ってるように、もうこうなると APS-C 用のレンズっていうのはね出さないような気がするんで、このレンズに関しては噂止まりになるんじゃないかなと思ってます。新製品情報、続いてはソニーです。ソニーアルファルマーズの方に今後発表されるのではないかと言われている新製品の情報のまとめが掲載されていました。まず5月に発表されるものなんですが、ZV-E10II ですね。こちらの方はね、3月に発表されるのではないかと言われていたものが、だいぶね、伸び伸びになってしまっているものです。一応 AI テクノロジーを搭載した α6700 のスペックダウンバージョンになるのではないかと言われています。それに伴ってですね、新しい APS-C のレンズキットが発売されるみたいです。こちらの方はですね、どちらかというと Vlogger 向けに最適化されたものになるみたいです。なのでね、今までのキットレンズよりも若干広角寄りになるのではないかなと個人的には思ってます。そして6月に発表されるものなんですが、 FE85mmF1.4GM2、こちらの方なんですけど、初代よりも光学的に優れたレンズになるのですが、より軽量コンパクトになるみたいです。そしてもう一本が FE2470mmF2.0GM、 こちらの方は発表の方が5月か6月かになるのかはちょっとまだ分かんないですね。こちらの方のレンズなんですけど、広角端が 4mm 短いにもかかわらず RF2870F2 とほぼ同サイズになると言われています。まあね、今回ちょっと取り上げませんが、シグマからもね、24-70F2.8DGDN-ART2 が近日中に発表されるのではないかということなんで、もろかぶりするんですけどね、実際のところね、この辺はどうなるかっていうところはちょっとわかんないですね。そして7月から10月の間に発表されるのではないかというものが、一つがフルサイズの新型アルファ、もう一つがフルサイズの新型 FX となります。こちらの方に関してはね、まだまだちょっとわかんないんですが、 α7S の新しいモデルになるのではないかと言われています。ただね、この α7S に関して言うと FX3 とね統合されるのではないかという噂も出てるんで、実際のところに、ね、ちょっとわかんないですね。その他としては、先ほども言ったね、新型の α に関しては α1-2 ではないそうです。 α1-2 に関して言うと2025年の早い段階で発表される可能性が高いということです。まあね、α1 というとフラッグシップ機なんですが、ソニーに関して言うとね、オリンピックに合わせて発表するということはしないんで、開発がね完了した時点で発表するというスタンスなんで、まあ今年ね発表されるという可能性は低いかもしれません。続いての新製品情報は富士フィルムです。5月16日に X サミットが開催されることは以前もお伝えしましたが、その時にね発表するのでは
ではないかと言われていたのが GFX2S2 になるのではないかと言われていたんですが、どうやらねそれではなくて、で XT30 の後継機 XT50 と XF1650mm f2.8 4.8R LMWR という新しい新開発のキットレンズになるようです。エントリー向けのものはね現在全てラインナップからね外れているので、その後継機となるみたいです。なのでね、もう富士フィルムとしては利益率の低い A シリーズに関してはもう作らないのかなという感じがしますね。あとはですね、XT で言うと2桁のさらに下に3桁シリーズもねあったんですけど、3桁シリーズもね作らない可能性が出てきますね。XT50 のスペックなんですが、現在はですね、イメージセンサーの方は4000万画素の X-TRANS5 センサーで、ボディ内テーブル補正の方も搭載しているようです。このスペックでいくとね、もうエントリー機というスペックではないんですが、価格的にもね日本円だと10万円を超えてくるようなスペックになりそうなんですけど、実際のところはねどうなるかっていうのはちょっとまだね分かんないですね。新製品情報、続いてはパナソニックです。5月に1機種新製品が発表されるのではないかと言われています。これに関しては全く新しいタイプのモデルと言われていて、まだねレンズ固定式のカメラになるのか V6 機になるのか、もしくは L マウントのコンパクトカメラになるのかっていうのは全く不明となっています。大方の予想としてはレンジファインダースタイルのものではないかと言われているんですが、まあこれに関してはねだったらいいな的なものと言えなくもないです。なのでねポジション的に言うとソニーの α7C2 なんかのねポジションになると思われるので、ルミックス的に言うと S5M2 の弟分となるみたいです。ということは価格的に言うとまあ20万ぐらいの価格設定となるんで、もともとねコストパフォーマンスの高い S5M2 からどの機能を削るかっていうところは気になりますね。まあ一応ねユーザーの間からでもレンジファインダースタイルは出てほしいというのは要望があったんで、もしかするとね EVF だったりとかボディ内テーブル補正とかそういうところをなくしたエントリー向けのモデルになるかもしれません。ただねボディ内テーブル補正とか EVF とかね必要というユーザーもあるんで、安いとはいえそういうものをね取っ払ったものがユーザーが受け入れるかどうかというところがちょっとね難しいところだと思います。まああくまでもねこれは噂の段階なんで、本当にね5月に発表となるのであればもう4月も終わるんでね、ちょっと5月の発表の割にはリーク情報としてはね具体性が欠けてるのかなと思うんで、話半分程度に思っていただけるとありがたいです。新製品情報、続いてはタムロンです。タムロンからついに RF マウント用の超広角ズームレンズが発表されました。こちらの方なんですけど、もうすでにソニー E マウントと富士 X マウント用から発売されていた APS-C 用の超広角ズームレンズの RF マウント版となります。ということなので APS-C 専用のレンズとなります。まだね開発発表の段階なので、発売日は2024年内、希望小売価格も未定となっています。なのでねタムロンに関して言うと、開発発表があると実際にね発売の方は約3ヶ月後ぐらいになるので、だいたい7月か8月頃には正式にね発売されるのではないかと思っています。あと価格に関して言うと富士 X マウントとほぼ同等の価格になるのではないかなと思っているんで、だいたい10万円ぐらいじゃないかなと思います。これに関してはあくまで開発発表なんで、具体的なねいろいろと機能的なものっていうのは分かんないんですが、とりあえずレンズ内テーブル補正がつかないということだけは分かりますね。なのでね細かいところがどうなるかっていうところはちょっと気になりますよね。今週気になった新製品情報、最後はシグマです。シグマからも APS-C 用の RF マウントレンズが正式発表されました。こちらの方もね配信の方でいろいろと喋ってきたんで、ざっくりとね言うと、今回発表されたものは4月に発売予定なのが 18mm50mmF2.8DCDN コンテンポラリー、そして24年秋頃から順次発売されるのは 10-18mmF2.8DCDN コンテンポラリー、16mmF1.4DCDN コンテンポラリー、23mmF1.4DCDN コンテンポラリー、30mmF1.4DCDN コンテンポラリー、56mmF1.4DCDN コンテンポラリーの6本のレンズとなっています。これらのレンズなんですけどね、タムロン同様すでに APS-C 用のミラーレス機用として発売されているものの RF マウント版となります。ただですね、タムロンと違って AF 駆動や通信速度の最適化した専用のアルゴリズムを開発していて、高速の AF 実現、
コンティニュアス AF に対応、まあキャノンでいうとサーボ AF ですね。それからボディ内修正補正、これはキャノンでいうところのレンズオプティマイザーという機能です。その他にもですね、 R7 のみとなりますがボディ内手ブレ補正にも対応ということをもうすでに発表しているので、タムロンに比べるとかなりね開発が進んでいて、発売の方もね 1850mmF2.8 に関してはもう7月に、ね、発売が決まっていますし、その以外のレンズもね秋以降に発売が決まっているので、あとはですね量産体制が整っているかどうかというところですね。あと抜けていましたが、マウント部分にはゴムのシーリングを施しているということなので、簡易防滴機能はついているみたいです。こうして見るとね、やっぱりさっきもちょろっと言いましたが、シグマの方がね開発の方がだいぶ進んでいるということなので、配信でも少しお話ししましたが、キャノンとはねマウントのライセンスの交渉に関してはシグマの方が先行していて、シグマとのね契約をテンプレートとして、その後タムロンとのライセンス契約をしたのではないかなと勝手に思っています。まあ個人的にはですね、ズームレンズの方向だったりとか、この辺のね RF マウント機との親和性というところではもうすでに発表されているということもあって、タムロンのレンズを買うよりはシグマのレンズの方がいろいろとね不満点はなさそうです。まあ自分としてもね、この 18mmF2.8 DCDN コンテンポラリーは正式発表された時点で、ね、欲しいなと思ってて、ソニー E マウントユーザーや富士の X マウントユーザーがかなり羨ましかったんで、まあ、実際ね RF マウントで出たっていうことが非常に嬉しいですね。あと F1.4 投資の単焦点レンズに関してはもうすでにね 23mm を除く F1.4 投資の単焦点レンズに関してはもうすでにね EFM マウントで発売されていたものなので、 AF をはじめねその辺に関して言うとそこまでね単に速度が遅いとか不満点っていうのはあまりないのではないかなとは思ってます。なので、ね、非常にこのシグマの APS-C 用 RF マウントレンズっていうのは個人的にはね非常に期待をしています。はい、いかがだったでしょうか。今週はですねやっぱりタムロンとシグマからRF マウント用の APS-C レンズが発売されたことが一番大きいですよね。その他にもですねいろいろと噂があったんですが、やっぱりねルミックスの新しいカメラっていうのがね実際のところ本当に出るのかどうなのかっていうところがちょっと気になりますよね。あとはキャノンの R5 Mark II とか R1 なんかもね出るんじゃないかとかいろいろとね言われているんですが、この辺もねもうそろそろなんか具体的な話っていうのが出てきそうな感じです。そしてですね今週の週刊カメラニュースは結構ね新製品情報が盛りだくさんだったのでトピックスの方はお休みしました。今回はねいろいろとトピックスもね面白いものがあったんですが、キャノン信者としてはねちょっとキャノンがデジタルカメラ部門のね売り上げがいまいち良くなかったというのが出てたのが気になりますね。まあねカメラボディの新製品の発表が滞ってたっていうのもあると思うんですが、ちょっとね勢いがなかったっていうところが影響してるみたいですね。まあここからねまた R5 Mark II とか R1 とかがね発売されて、またねエントリーモデルとかもシグマやタムロンからねレンズが発売されればまた好調になっていくと思うんで、結構ねそこまで重大な問題ではないのかなと個人的には思ってます。その他としてはソニーですよね。結構ね ZV-E10 の後継機なんかね待ってる方もおられると思うんですが、かなりね発売の方がね最初は3月ぐらいって言われていたのがだいぶね伸びてますよね。まあカメラ業界全体的にねちょっと開発のペースがね遅くなってるような気がします。これはね部品の安定供給っていうのが出てなできてない関係で、開発の方もね進んでないというよりは生産体制がね整わないので正式発表がねできてないんじゃないかなと個人的には思ってます。というわけで今週の週刊カメラニュースはここまでにしたいと思います。今週の週刊カメラニュースは面白かった、役に立ったと思われた方は高評価、来週のカメラニュースも気になるという方はチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は460フォトラボラトリー所長のシロでした。ごきげんよう。